カメラです。皆さんこんにちは、ピーターパン役柚木風花です。本日はご来場いただきありがとうございます。見に来てくれた子供たちがこんなピーターパンになりたいって、こういう風花ピーターパンになりたいって思ってもらえるように、かっこいいピーターパンを演じられたらいいなと思います。毎回毎回新しい、本当に、命が力がみなぎる、冒険と、夢の世界にお客さん方をいざなう力を持っている作品、本当に一年一年違うんですね。それで、3年間勤めさせていただいて、まさかでも、ここまで早く、この、ネバーランドに戻ってこれると思ってなかったっていうのは あるんです。ただ戻りたかったというのも本当に同じぐらいあったので、それはもう本当に、興奮しながら、本当に迷うことなく本当にすぐお願いします。でも僕自身歴代で一番長くフックをやった役者ということになるのが一つの僕の中でのライフワークだと勝手に思っていますので、いくらでも、はい、いつでも戻ってくるつもりです。昨年初めて、ウェンディ役をやらせていただいたときはミュージカルが初めてということもあって、本当にプレッシャーが大きくって、でも最後の方はすごく本当に心から楽しめたので、今年もやりたいなっていう気持ちがすごくあったので、すごく嬉しかったです。昨年は好きって気持ちって何ですかみたいなこととかを言って困らせてあったりしていたので、今年はもう頭から最後まで全力でピーターに恋をする夏にしたいなと思っています。皆さん、こんにちは。ピーターパン役、柚木風花です。副船長役、橋本潤です。ウェンディ役、仁藤萌乃です。すごいあっという間だったなっていう気持ちが一番あったのと、あとは始まる前はすごい緊張してたんですけど、ステージに立って皆さんの顔とか記者さんの顔とかを見たら本当に楽しくなって、すごい楽しかったなって思いました。始まる前は割とよし、4年目、4回目だっていう感じで何も考えずに行ったんですけど、ステージに上がって皆さんや記者さんを見るととっても緊張してしまいました。頑張ろうと気分を引き締めて有意義な時間でした。逆に私は全然緊張しなくって、昨年とかはすっごい緊張しててガチガチだったんですけど、今年はなんかもうすでに楽しかったんですよね、記者発表で。すでにだから、さらに、本番、お稽古と本番がすごく楽しみになりました。まだ潤さんと稽古場でお会いしたことがなくて、実は本当にこうやってお話できたのも今日が初めてなんですけど、すっごい優しい方なのですぐに
仲良くなれましたよね。いやーそうだよねいや本当にこの何やろこの格好すると33年にまたそのまま乗っかって走り出してるだけっていう不思議な感覚というか、分かりやすく言うと初めてな気がしない。ずっと前からん共有してたものがあるような、でもないっていうのが不思議だね。不思議。なんか一昨年のあのジュンさんが副船長やってた時の公演を普通に、まあ、お客さんとして普通に、まあ、見に行かせていただいて、その時はすごいなんかジュンさんが出てるシーンですごい笑った覚えがあったんですね。だから今年はすごい一緒に共演させていただけるっていうのがすごく楽しみだなってずっと思ってました楽屋に来てくれはったらよかったの。なんか入っていいのかなって思う、分かんなくて、うん、まあ、それはそれ、まあ、ちょっと行きづらいね。分かりました、楽しくやりましょう。よろしくお願いします見に来てくれた方がと一緒に楽しめるような本当にキラキラするドキドキワクワクする舞台を作り上げていきたいと思っています。そして子どもたちになんか将来こういうピーターパンになりたいっていう風に思ってもらえるように、憧れられる存在になれたらいいなっていう風に思います。これはミュージカルで初めてミュージカルと出会うっていう子どもたちもやっぱり毎年毎年いると思うし、でそんな初めての本当にキラキラしてる時間っていうのを僕たちがね、もっともっと忘れられないようなものにできたらいいなと、そしてそういうものにしようと思って頑張ります。劇場に来てください。本当に子供から大人まで本当に素直に楽しめる作品だなと思うので、ぜひぜひぜひ皆さんに来てほしいなと。子供には本当に夏休みの思い出といったらピーターパンだよねって言ってもらえるぐらい楽しい思い出を皆さんと一緒に作れたらなと思っておりますので、ぜひ劇場に遊びに来てください。待ってます。皆さん劇場でお待ちしております。